よし、本邦初公開。まだ見たお客さんがいない。ジュラから説明しよう。まずブラックライトを照らさずに、当てずに、これはね、プエルルスグリーンっていうんだけど、伊勢エビの幼生体がエビじゃない形からエビになった瞬間のね、デフォルメです。はい、まあいろいろこういうふうに色をつけてあるんだけど、今回のシリーズの特徴はね、実はコアカラーつって、あの中に色がこういうツートンカラーになってるの、なんか芯と外と、ね、うん、それからもうすでに画面で、あ、なんだろうと思ってると思うんだけど、こうチカ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 入ってるじゃない。これがね、スティックホロっていう、ラメが細長いですね。そうそうそう、ラメではないんだよね。うん、ホロっていうんだけど、爪の中にも入ってる。でスティック状のホロ、今まではつぶつぶ状のホロしかなかったんだけど、スティックにすることによってまたいろんな効果が出ます。はい、で、ちょっとブラックライトしか効果明るいんで目立たないんで、ブラック当ててみますけど、これコアの中にケームラが入って、これはボディ自体が全部ケームラ、あ、全部光りますね。そうそう、うん、これもね、はい、ここはほら光らないでしょ。でこれがもう一番強い蛍光ケイムラね。とんでもない、画面だと見えないですね、光りすぎて、画面だともう多分強すぎて。でこれはちょっとライトを近寄せて、はい、このつぶつぶグローはね、これスターグローが光るようになって、スターグローがグローっていうぐらいだから真っ暗にすると綺麗に光ってる。うん、まあ、こういうね、今までなかったギミックをいろいろ、これ中にグリーンのケストグリーンが見えるじゃん、はい、コアがね、コアがですね、うん、でもとにかく魚から見てね、いろんな見え方するように工夫してます。はい、で年内に発売間近のベイティ君とね、今回僕自身ちょっとこだわってみたのはね、この、これ実はテイボーアークというカラーです。テイボー、あ、ごめんなさい、テイボーナトリウム、つまりね、ナトリウム灯ってあるじゃない、オレンジ色の街灯が、そのオレンジ色の街灯下でね、この色がね効くのはもう20年ぐらい前から僕たちの仲間じゃ常識になってたんだけど、それを再現して、でなおかつほらこのスティックホロ、ね、見たことのないでしょ、はい、ナトリウ、堤防ナトリウムという名前のカラーで、とは逆に常夜灯でも白い常夜灯とか青っぽい常夜灯があるじゃない、あれは堤防アーク、ナトリウム灯といわゆる蛍光灯ね、普通の白い青い用の2色で、どっちもこれ常夜灯下で寄ってくる網を意味手とするためにスティックホロを入れてる。これが面白いでしょ。で、うん、ケイムラが入ってるので、またケイムラ効果もね期待できます。はい、でこれはもう本当にドシンプルなクリア、何にもしてないです、ラメもホロも、うん、何もしてないんだけど、はい、若干これケイムラ入ってるの、これは、おー、本当ですね、うん、これがまたね、日中でも、闇夜でも街灯下でも、またある種の効果がね期待できるので、はい、ドクリアなんだけどケイムラという、今までなかった、本当ですね、はい、でこれグローを入れたケイムラ、はい、こういうふうにで、グローの入ってない赤ラメと緑色に発光するグロー粒とスターグローって言うんだけど、これ両方入れたらいい、まあ、これも網パターンなんかでね、効果的なクリアカラーに、はい、消して、はい、ね、こういう感じ、クリア2色いいですね、はい、釣れそう。で、クリア2色で、今度は小魚3色、はい、稚魚グリーン、これ明かり当てて、稚魚グリーン、はい、もっと近づけて、消して、なんもないですね、稚魚グリーン、シルバーラメとグリーンとクリアで、これが稚魚ブルー、うん、これも何ですか、あ、これ混じってるかな、夜光がね、基本的にそのグリーンとブルー、うん、はい、で最後が稚魚ホワイト、
これスワルテルシャットの、 あのパールバックホワイトと同じ。ああ、本当ですね。はい、これがクリアとシルバーのツートン。そうです。あまりあのいらぬことをせずに、ケイムラとかグローとか、稚魚シリーズの3色。はい、これが、イオナダイエローと名前つけましたけどね、あのアジングに結構強い色で、オレンジ、さっきのイエローと何が違うのかっていうのは、これ蛍光色なんですよ。で、濁り塩の中で非常に目立つの。はい、ブラックライトを。で、オレンジとイエローになっちゃうの、これ。わかるかな。画面で見るのもちょっと当たりすぎてます。遠くして光を、これでわかるかな。あ、なんか、だいぶね、はい、グリーンが、そう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 、単純な黄色とかオレンジじゃない。だからこっちとは全然違うの、魚から見た時の見え方が。色合いは似てますけどもね。うん、こっち光るし、紫外線の中でね。はい、だから濁る塩で非常に効果的です。で、最後2色、闇夜ホワイトと月夜ブラック。闇夜ではこれはぼんやりグロー、はい、わかんないですね。薄い弱いグローを入れたんです。これぐらいがね、メバルにはちょうどいいです。で、闇夜で、ちょっとヘッドランプ、ランプかなんかな、当ててもらうと面白いです。で、真っ暗の時の月夜ブラック、ごめんなさい、闇夜じゃなくて月夜、月夜でこれ表層直下引くとね、あの黒ってのはすごくシルエットがはっきりするの、はい、でなおかつ月夜はライティングなので、はい、ライト当てて、ほらこれもほら画面だとめっちゃ見えますね。ねえ、粒粒、これ、うん、ただの黒に見えて大間違い。いろいろ釣れる仕掛けがしてあります。基本とかこんなもんだ、ざっと。初公開です。これからインストイベントです。ありがとうございました。疲れた説明するの。